はい。じゃあ今日は普通にこの前の続きで篠田正史の続きを見ていこうと思います。ワニ次郎の正体はワニだったのか。正史は呆然と見送った。いやー、わしはワニではないよ。お、近くでのんびりと声がした。近くで？ぎょっと振り返るとすぐそばの庭先に向こう向きの車椅子がある。あら。正史はヘナヘナと立ち上がると這うようにして前へ回った。車椅子でワニ飼ってるんすか。車椅子で日を浴びているのは昔新聞なんかで見覚えのある元政治家だ。いやー客人。老いた元政治家はとぼけた風貌で笑った。千客万来、よく来たな。貝塚さんですね。貝塚さん？正真正銘、貝塚清次郎である。こんなにいい名なのに、人はワニ次郎とか、ワニ沖縄とか、呼ぶが、うん。貝塚は急に鋭い目で睨みつけた。若者よ、お主は誰だ？は、はじめまして、日曜日の使いで参りました。金曜日と申します。うむ、金曜日くん。はい。え？この人、四字熟語使うから。超人環境。超人環境して不全をなす。器量の小さい人は暇があると、ついろくでもないことをしてしまうこと。アニメの、カツオやのび太の行動を見ているとよくわかる。ああ、器量の小さい。カツオとかのび太のことを器量の小さいって言うんかな。器量の小さい。はい、閣下をゆすりに参りました。閣下などという言葉がスラスラと出た。元政治家にはそういう雰囲気があった。バフバフバフ。ワニジロはワニのように笑った。前代未聞。野郎時代。自分の力量を知らないで仲間の中で幅を利かす者の例え、胃の中の蛙。音だけ聞くと、野郎時代に聞こえ、雑誌の名前のように思える。ありそう。お主がわしをゆするというか。はい、日曜日からお知らせの通り。読めないよ。なんちゃら、炎行？主月？カマキリのものだな。は？炎行種？知らない言葉が多すぎる。炎行主月、身の程知らずという意味だ。へぇ。はぇ。炎行主月、猿が谷川に移った月を取ろうとして、高い枝から何匹も繋がってぶら下がったが、枝が折れて川へ落ちみんな死んだという例えだ。はぁ、僕はその猿というわけで、川にはワニがいるからな。ワニ沖縄歯を見せてワニッと笑った。貫禄の坂。背筋にゾクッと冷たいものが走る。まさしはひとまず話題を変えた。え？いい天気ですよね。あむ。ワニ沖縄目を細めて天を仰いだ。ああ。行運流水側転。あ？幸運流水、雲が行くように、水が流れるように、一定の執着もなく物に応じ、ことに従って行動すること。一つ間違うと優柔不断、意志薄弱。なんかさ、なんか、もっと簡単な四字熟語で言い換えられないのかなって。側転虚子、夏目漱石の晩年の言葉。無我の境地に到達し、悟りを開いたことと解釈されている。普通、四字熟語は、漢石？中国の古典由来だが、自分で作るのだから夏目漱石はすごーい。すごいね。まあ、これは聞いたことある。よー、日差しを浴びて深呼吸する。常にわしは動物たちと遊んでおる。あ？見回すが動物たちなど影もない。あの、閣下。質問してもよろしいでしょうか。大安吉日。その動物さんたちはどちらに？経典愛人寒雲の鶴？経典愛人。天を敬い人を愛すること。西郷隆盛が学問の道の最後の目標として、述べた語。あら。なんかいろんな人が出てくる。寒雲！寒雲夜閣！うるさい世間から逃れて悠々自適に暮らすこと。隠居の身分。もう四字熟語の説明に四字熟語使わないでよ。巨来自由は天にありだ。ワニ沖縄は天を指した。はあ。わからんか、客人。はあ。天。はあ。何がある。え？
点2だ。何がある？はい、まさしはクイズ番組の気持ちになった。太陽、月、星、天の川。白面書生、それしか見えんか。年少で未熟なこと。天にはあまたの動物がおる。あ、わかった。星座。ぐしゃめ。真っ昼間から星が見えるか。あ、やっとわかった。すみません、雲です。貧者一等。当たりな。貧者一等。どんなたくさんの金より真心の方が大切であること。なぜこの四字熟語がここに来るのかわかりにくいが、おそらく貝塚は一等という言葉をピンポーンの意味で使っていると思われる。そうなの？貧者ピンポンなの？元政治家は両手をいっぱいに広げて大空を抱いた。石川啄木も言った。雲は天才にある。ああ、まさしは空を見上げた。雲はにわかには慌ただしい動きを見せている。なんだか雨が降りそうですが。戦学被災。知識が少なく才能がないこと。貝塚のように、この戦学被災名という罵りの意味で使ったりもするが、私、戦学被災でして、分かりかねますとへりくだっていう時にも使う。そんな人、聞いたことないよ。あ、恩子地震。古きを尋ね、新しきを知る。昔のことに目を向け、そこから新しい知識を得ること。1555年に書かれたノストラダムスの書世記を読んで、1999年の7月のことを知るときなどに使う言葉。へえ、よくわかんねえよ。この場所に向かって何を言うか。雨なら降らん。え、降りますよ。はあ。ガシン、ショータン。政界引退後のこの10年、わしは雲を友とし、死と仰いできた。過信昇誕、ライバル打倒のためや目的達成のために苦労をすること。昔中国のある人が悔しさを忘れないために、薪の上に寝て苦い痰を舐めて、復讐心を燃やし続けたという故事から来ている。その内容にもよるので一概には言えないが少々暗い。そして重い。ええー、そうなの？あ、でも、漢字はそうか。ええー。雲の気持ちなら誰よりもわかる。はあ、雨は降りませんか。降らん。雨というのは雲のおねしょだ。はあ。あ。あ。孟母三遷。中国の思想家孟子の母が子供の教育に適した場所を探して三度引っ越したという元祖教育ママの話。そんな頃からそういう人がいるんですか。しつけ次第でおむつはいらん。はあ、そういうもので、私は焦ってきた。カッカー、そろそろ商談に。クモは友、クモは師、クモは天才だ。はあ。変幻自在、クモは自在に姿を変える。クモ、クモは見る人によって姿が変わって見える。細いヨシコのような腹が減った人にはパンやドーナツに見えるだろう。ヨシコ。念を通じれば馬にも牛にもなる。え？なんだっけこれ。なんだっけな。なんだっけなぁ。なんかして、雲を自在詩人と言う。見るか。返事も待たず、貝塚はハッターと天を睨みつけた。何がいい？は？お主の好きな動物だ。は、あの、ワニで。まさしはとっさにごますりをした。バフバフ、かやつ世辞を言う。ワニ置きの呼吸を整えた。見ておれ、まずワニだ。はい。沖縄はある雲を捉え、それへ眼力を飛ばした。それ客人ワニができるぞ。雲は動き流れた。あ、ちょっと可愛いですね。やがて細長い形状になった。ふう、どうだ。ワニ沖縄を振り返った。精神の集中度、気の入魂度、念の完成度。一意先進、三味一体。一意先進、他には目もくれずただひたすら一つのことに集中すること。三味一体、三つのものが一つになることに意味があったり、また、新たなるパワーが生まれること。キリスト教での神と精霊とキリストの三位一体が有名。わかりやすいイメージとしては、特撮やアニメの合体ロボみたいなものと思ってもらえればいい。なるほど。すべて揃わなくてはこうはいかん。そうだよね。右足パーツとか、遅れてこられちゃ大変ということよね。あのカッカ、なんだ。あれがワニですか。一目瞭然、他の何に見える。私にはただ細長い雲ですが、え、ちょっとまさし見えるよ。ちょっと車に構えてるんじゃない？言語道断。
ワニオキノはカッと目を向いた。無知、桃前？貴様はどこに目をつけておる？無知、桃前。知識がなく世の中を知らないこと。類義語は、バカ、アホ、トンマ、タワケ。だら、話にならん。論外、問題外、信じらんない。信じらんないよね。あれはワニだ。は？前代未聞、空前絶後のバカめ。ワニオキノは涙ぐみ、怒りに震えている。すいません、どう見てもワニでした。紆余曲折、わかればよい。事情が複雑でいろいろと変化すること、紆余曲折ありましたが、無事、なんとか、を超えることができましたという使われ方が多い。紆余曲折ありましたが、結局ダメでした、とあまり言わない。まあ、結局、紆余曲折あってダメなことの方がありそうだけど、それは、言わないもんね。沖縄は破顔一生した。顔が破裂するほどに爆発的に笑うこと。元気なじいちゃんだな。さあ次は何をやる？まだやるんですか？キリンか、ゾウか、早くしろ。はい、ではキリンを。ここは機嫌を取っておくことにした。驚天動地、そこで待て。驚天動地、天を驚かせ、地を揺り動かすほどに世間を大いに驚かすこと。ワニオキナは別の雲へ眼力を飛ばした。それ、客人、次はキリンだ。これですか？これですか？キリンというよりヒラメですがね。コック、ベン、レ？さらに待って。心身を苦しめてまで努力すること。ワニオキナは深呼吸して眼力を飛ばした。それ、客人、今度こそキリンだ。なあ？頑張れ！しかし雲は動かなかった。ダメですね、閣下。六根正常？六根症状。六根は目、耳、鼻、舌、身、胃の感覚のこと。これが清らかな状態。修行中の者が悟りを開こうと、この言葉を口にする。おまじないのようなもの。へえ、六根症状。老人は立ち上がった。あれ？お！見ていなさい！これはキリンだ！少し焦っているらしい。天に向かって立つと、着物の裾をガニ股に開き、妙な手つきで天へ眼力を飛ばす。車椅子はアクセサリーだったのかどこかを病んでいるという風はない。そうなんだ。それ客人、これがキリンだ。10分ほどすると雲はゆっくりと動き始めた。あむあむ、あむむ。妙な気合だ。大きく四角く平べったい雲はその一端から少しずつ崩れ伸びていく。キリン難易度高いんすね。どうだ客人首を出した。やばい、生まれそう。はあ、でもとてもキリンには見えませんが。神道滅却、あむむあむ。神道滅却、精神を統一し気合を入れること。神道滅却、火もまた涼しといって、燃える炭火の上を裸足で歩く修行者がいる。気合さえあれば何でもできるという根性論を言うときに対応される。まああれは本当にやってる人見たことあるわな。沖縄は気合で汗をかいた。どうかな客人、物は相談だが。ああ、先に象ということにしてはもらえんか。ああ、僕は別に。あむ、どうだ、それ象だ。ああ、象というより片手鍋だ。一気圧制？いかにも象だな。一気火星か。一気に物事を成し遂げること。ええー、はい、紛れもなく象です。ブハブハブハ。強引に象にして、ワニジロは笑った。さて客人、次は何だ。まだやるんですか。読書百遍熟読顔見。読書百遍いおのずから通ずという言葉から来ている。どんなにわからない本でも100回も読めばわかるようになるということ。古代文字の解読に成功した学者や暗号解読の達人などはまさにこれの体現者といえる。何回も読むことが大事という。いやでも、読んでもわかんない本って何回も読むの苦痛だから。熟読顔見、文章をじっくりと読んで意味をよくよく味わうこと。聖書などは何千年も散々これをされてきて、熟読顔見の王様であろう。まあ、いろんな解釈をされてきてそう。人生至るところに、青山、青山、青山、ありだ。ワニオキナはまたわからないことを言った。僕は早く商談に入りたいのですが、もうボタン機、警察を呼ぶぞ。え？中国の孟子が学業の途中で死の元から帰った時、
旗を折っていた母が刀で母の旗の糸を断ち切り、学業を中途でやめることは折りかけていた織物を断ち切るようなものだと言いましめて、孟子を返したという元祖教育ママの話パート2。そうなんだ。そうなんだ。え？本当かな？この貝塚誠二郎を見くびっては困る。これでも大臣まで務めた男だ。警視総監なんぞ、物のようなものだ。あ、はい。でもそれとこれとがどう？客人、お主はわしにゆすりを働こうとしておる。犯罪だ！断固、雇用？断根雇用？悪事？災いは、根絶やしにせねばならん。あ、突然眼光鋭くなったワニオキナは目にも止まらぬ早業で、どこからか携帯電話を取り出した。老人とは思えない器用さで片手ダイヤルする。これは警視庁、警視総監のプライベートナンバーだ。え？あ、もしもし総監、君か。そういうことですか。わしだ、貝塚だ。はっと電話の向こうで緊張する気配がする。電話の向こう、電話の相手はアンカフェでテレビ対応のプロデューサー小柄瀬福郎と別れてホテルに帰ってきたばかりの市川文康。ワニジローは間違い電話をしたわけではなく、彼の電話番号を知っていた。なぜ知っていたのかはいずれ明らかになる。おお、どうだ総監、元気でやっておるかね。あ、いや、そうは待てんでいい。終わってたのはマサシだ。かかっか、お電話はまた後ほどということで。あ、いやいや、ブハブハブハ。ワニオキナは電話へ笑った。うん。ああ、今ここに一人の若者がおってな。前途洋々独立独歩。ところが少々問題がある。あ、ありません、ありません。まさしは叫んで電話を塞いだ。遊びますかっか。動物見ます。見せてください。お、心機一転、医者上理。会うものは必ず別れる運命にあるという儚いこと。電話を始めたら必ず切る運命にあるということ。あれ？出会ったら別れるみたいなのこの前も言ってなかったっけ？ワニオキノは、あ、そっか、ここで聞いたのか。突然相手にそう言って電話を切るとニコニコあって笑った。もう、市川文康の方から篠田正志の声、全然聞こえてなかったもんな。客人続きだ。ゾウさんの次は何？その前にカッカ、遊んであげたら僕の話も聞いてくれますよね。聞いてくれますね。正志は厳しく念を押した。少しずつ扱いが分かってくる。こういう相手には甘くしてはダメだ。あむ、聞く。本当ですよ、カッカ。約束です。うんうん、ゲンマン、ゲンマン。ほにょきの指切りを交わした。さあ、客人、次は何？次は何？子供のようにせがんで車椅子を鳴らす。かわいいね。待って、今考えています。あむ、なんでもいいぞ。カバでもウサギでも、クジラも得意だ。カバ、ウサギ、クジラ。クジラ得意らしいから、じゃあクジラ。お！おっとっとみたいなクジラがおるやん。鬼ホキナは3分でそれらしい雲を作った。どうだ、クジラそのものだ。ちょっと強引だがクジラに見えなくもない。お上手ですね。わかりました。次は猫です。猫。ワニオキノは急に不安そうになって。猫は一番難しいんだ。あら、小さな声で言った。ダメですか？じゃ、何？射石、陰雨、虎と思って矢を射ると勘違いで石だったのに、石に深々と矢が刺さった孤児から、精神を集中して必死で頑張れば、どんな困難も可能になるということ。何も考えずに駅の自動改札機を通った後、実は切符の額が足りなかったことに気づくが、なぜか警報が鳴らなかったと気に入っている。意識するともうダメなんだよな、そこで。もう絶対これって思いながらやると、なんかあれ、なんかあれできちゃってるみたいな。ちょっと例えがすぐに浮かばないですけど、あるあるですね、それは。沖縄4旅、三旅4旅、天へ還暦を飛ばした。あめ、あめめ、天敵合宿、天敵戦績、わずかの力でも根気よく繰り返し続ければいつかは目的を達成できること。天敵石をうがつ、とも言う。ああ、なるほどね。鍾乳洞的な。上から垂れてくる石、何回も何回もやってると削れてるよっていうことか。それ猫だ。え？あれ？ 20 分経った。あ？あ、雲は猫にはならなかった。どんどん黒くなってきます。やっぱりこれは雨雲です。ぐしゃめ、黒猫を作っておるのだ。ワニオキナはまた立ち上がった。あむむ、あむ、あむむ！まずぽつりと来た。あ、
出た。次にポツポツと来た。わー、突然土砂降りとなった。わー、これはたまらん。鬼おきには立ち上がると車椅子を担いでひょいひょいと離れない縁が上がった。重そうだけど。まさしも慌ててついて上がる。雨はひどい。まさしは慰めの言葉を探した。完全無欠。鬼おきの仇が満足そうだ。前天を覆う黒猫ができた。でも閣下、かなりおねしょがひどいようです。一半壊。これは涙だ。ちょっと知っているだけで知識が自分のものにできていないことを生かしに。これは涙なんだ。これ涙ですか。証拠歴然、大して号泣する黒猫という。これは四字熟語として、故事、来歴がしっかりした言葉ではなく、貝塚が証拠と歴然を足して四字熟語っぽく言っただけ。空腹限界、恋人募集、残飯整理と変わらない。焼肉定食。失礼いたしました。素晴らしいお作です。我田引水、羽化、トン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 当選。我田引水、物事を自分の利益になるように考えたり、ことを運んだりすることを。羽化当選、中国の神仙思想で人間に羽が生え、仙人となって天に昇ること。また酒に酔っていい気分になることなど、天にも昇るようないい気分に例えて言う。我ながら、日光の眠り猫にも優る勝る大傑作だ。日光東照宮にある猫の彫り物、江戸時代の彫り物名人、あれ？なんか聞いたことあるな。さあ、甚五郎が作ったとされているが、甚五郎自体が半ば伝説的な人物のため、真偽は定かではない。あれ、なんかこの人の名前出てこなかったっけ？なんと、いつ出てきたんだっけ？そう言って、ワニ大きな泡になった座敷に入った。てか、ワニどこ行った？ ワニはいな。では閣下、お約束通り商談に入らせていただきます。まさしは襖を閉めると、すかさず切り出した。けー、なんちゃらどうちゃらこうちゃら。けーが一木？ん？けーが一木か。会ったばかりでたちまち昔からの知り合いのように親しくなること。中国の古代思想家孔子が、亭子と出会った時にすぐに話し込んだところから来ている。じゃ、この、ほどって書く、ほどし誰よ？知らない私。孟子、孔子は知ってるけど、ほどしは知らない私。ハニオキの分厚い布団の上であぐらをかいた。はい、では早速。まさしは進み出てさっきの写真を見せた。閣下はこの頃から10年前に引退されるまで18回もの収賄容疑をかけられています。収賄容疑、刑法197条に規定している。公務員が職務に関して賄賂を受け取り、その要求や約束などをすることによって成立する罪の容疑。簡単に言うと、賄賂をもらった疑い。これも四字熟語かな。清廉潔白。18回も容疑をかけられたということは、すなわち18回も容疑が晴れたということだ。鬼次郎は強弁した。天智天命、足は無罪だ。それが証拠に、金がない。政界引退以来は年金で食っておる。妙なところで胸を張った。汚職はしていなかったとおっしゃるのですね。天智神明、先日もギネスブックが取材に来た。容疑18件、18回無罪になった男だとな。噂では80億円相当の金塊を隠し持っておられるとか。あら。ブハブハブハ。鬼おきの大口を開けてワニ笑いをした。少子千万、蒙毅、粛清、綱紀か。規律を整え、政治家、役人の不正を正すこと。あったらここへ出してみろ。そんなものはないのですか。門前生羅？ ジャクラ。門前は家の前、ジャクラはスズメを捕る網。あまりに人が来なくてスズメが巣を作っているので、網があればすぐスズメが取れるほどだという例え。客が来ないのは恥だと貝塚は言いたい。いや、本当にこの四字熟語あるの？ スズメ取れちゃうほどだよ。門前ジャクラだよって。作った人も作った人だよな。客人、これは恥だ。はあ。門前正一？正一。権力は名声を募って出入りするものが多く、したってか、出入りするものが多く、門前が市場のように賑わうことの例え。老いたり、とはいえ、この貝塚清二郎。政治家生活50年、二度までも大臣をやった男だ。周りにはハイエナも来れば、クソバエもたかる。ああ。
それが今では尋ねるものとてない。なぜだかわかるか？さあ、生理の子？生理の交わり。牽制、牽制。今日ちょっと、口が権力を握って性欲があることや、材料を目当てにする交際のこと。わしに利用価値がなくなったからだ。もしもそんな金塊があったら、あのハイエナやクソバエどもは今でもワンサと来ておるはずだ。つまり金塊などお持ちではないと。事実無根。ハニオキノは鼻息を荒くした。あ、そうですか。ではもし金塊が出てきちゃったら、お説は崩れてしまうわけで。バフバフバフ。大口を開けて笑うと奥の金歯が見える。知見特捜部が幾度となく調査済みだ。なんもでん。晴天白日、無欲無視？説ではなくてこれは事実だ。ところで閣下、まさしは急に話題を変えた。柔らかい布団と硬い布団どちらがお好みですか？おふ。元政治家は思わずむせた。常住座が。常住座が。座っている時も寝ている時も、いつも普段の意味。見てわからんか。足は何十年来これに寝ておる。なるほど、立派なお布団でございます。まさしは丁寧に驚いてみせた。先祖伝来五枚重ねのふかふか絹布団だ。布団が硬いということはない。ははー、なるほど。え、まさしはダッシュして這いずくばった。おじさんの匂い。くんくん、わ、何をする？え、一番下の敷布団に両手をかけるとまさしは思いっきりひっくり返した。わー！ハニオキノは五枚重ねの絹布団ごとモンドリ打つ。ブレイ千番天地無用。布団の下から白いシーツに覆われたマットが現れた。まさしはそれを叩いてみる。お、ずいぶん硬いマットですね。血心石腸等間即熱。鉄や石のようにどんなことにも動かされない強い心。頭間即熱。古来から健康に良いとされる頭部が冷えて側部が温かい状態。あー、なんか聞いたことある。布団ふっくら、マットはこちこち。健康にはそれが一番だ。沖縄どこかを当てた風だ。えい。お、まさしはシーツをひっぺがした。おー。